日本において歴代2位となる高校通算111ホームランを記録し、満を持して日本ハムに入団した清宮幸太郎選手。今回はそんな清宮選手の面白いエピソードを50個ご紹介します。プレースタイルや童顔などの共通点から、和製ベーブルース、日本のベーブルース、ベーブルースの再来などとも称される。王貞治氏からは、長距離打者というより中距離打者、強引に打つんじゃなくて来た球を逆らわずに打つので打率は残せると思いますと評価され、張本勲氏も同意し、中距離に近いバッターで左右に打ち分けられると述べている。2022年5月25日の交流戦の対ヤクルト戦ではスタートが遅れ、ダブルスチールに失敗し新庄監督の怒りを買った。だが同年8月31日の西武戦では好走塁を見せ、新庄監督から称賛された。2018年に披露していたホームランを打った際のコミカルな踊りはキヨダンス、レフト守備からの好返球はキヨビームと名付けられていた。高校3年生の時に勤めた夏の甲子園西東京大会の選手宣誓では、冒頭の私たちは野球を愛していますという言葉が話題となった。清宮選手自身はこれについて、同年6月に死去した小林真央さんが生前に残した言葉から影響を受けたことを明かしている。東京北砂リーグに在籍していた2013年、バラエティ番組ここ立ての対決企画、プロ野球界最強の奪三振王 VS 世界一の少年野球チームに、プロ野球界最強の奪三振王として出演し、当時広島東洋カープに在籍の前田健太選手と対戦した。清宮選手は右中間フェンス手前まで転がるゴロを打って前田選手の奪三振を阻止し、対決に勝利している。大食館でシーズンの移動中に東京から所沢までで弁当を7個食べていると言われており、2021年10月に監督に就任した新庄剛志氏からダイエットを指令された。ダイエットに励んだ結果、2022年1月には体重が 9kg 減った。 ZIP は日本ラグビーフットボール協会副会長の清宮克幸氏。幼少期は当然ラグビー一色だった。物心ついた時、手に取って遊んでいたのは丸いボールではなく楕円球だ。家にたくさん転がっていましたからね。柔らかい素材のラグビーボールがあって、しょっちゅう家の中でキックしていました。父親が両腕を上げてポール役をやってくれて、その間めがけて蹴るんです。ラグビーごっこもやっていましたよ。ソファにダイビングしてトライって笑。清宮選手が2歳になる年に父は現役を引退し、早稲田大学ラグビー部の監督に就任した。幼少期最初の記憶にあるのは総大監督としての父の姿、そして大学ラグビーの試合風景だという国立競技場で関東学院大との決勝戦ですよね。まだ年少にもなっていなかったと思うんですけど、山下大吾さんや太田尾達彦さんははっきり覚えています。僕小さい頃に太田尾さんのファンだったんです。太田尾さんが赤いスパイクを履いていたのに憧れて、僕も赤いスパイクを履いていたくらい。当時は野球よりラグビーでしたね、完全に。4歳の時、父親が立ち上げた早稲田クラブで本格的にラグビーを始めた。ポジションは主にセンタースリークォーターバック。学年ごとにチームが分かれているのだが、この時すでに体格も大きく才能にあふれていた清宮選手は、1学年上のチームに飛び級で参加していたという。早稲田クラブには数々の幸太郎伝説が残されている。そのうちの一つが、清宮は敵のみならず味方にまでタックルしてボールを奪いトライしていたというものだ。ラグビーに慣れない子供もいる中で、体が大きくてポテンシャルあふれる清宮選手はまさに無敵の存在。清宮が強すぎてチームメイトの選手たちが辞めてしまったという伝説もあるが、ラグビーで超小学生級だった清宮選手の分岐点は早実初等部3年の頃だ。ラグビーと並行して軟式チームのオールアザブで野球を始めた。ラグビー界にとってはとんでもない人材流出だが、野球の神様は金の卵を手放さなかった。清宮選手は小4時に移った東京北砂リーグですぐに頭角を現し、2012年リトルリーグ世界選手権で優勝。早実中等部時代には強豪の調布シニアでも全国優勝し、早くもその名を全国に知らしめたのだ。早稲田実業高等部に進むと、1年生ながら主軸として期待され、主に3番ファーストとして出場。同学年世代の代名詞として清宮世代と呼ばれ始める。西東京大会準々決勝では明治神宮野球場の内野席が埋まり、外野席も開放され、早くも清宮フィーバーと呼ばれる人気を得ていた。第97回全国高等学校野球選手権大会に出場し、ホームランを日本記録した。2年時に自身が最高学年となった新チームでは主将に就任。3年時の第99回全国高等学校野球選手権西東京大会では開会式で選手宣誓を行ったが、決勝で東海大菅生に敗れ本大会出場を逃した。高校通算111ホームランは当時の史上最多記録で、
高校公式戦には通算70試合の出場で247打数100安打、打率4割5厘、29ホームラン、95打点を記録した。ドラフト会議を控え、東の清宮、西の安田と並び称された履正社高校の安田尚信選手や、夏の甲子園で清原和博の1大会ホームラン記録を破った広陵高校の中村翔成選手、一部の地方紙などで東の清宮、西の村上と並び称された九州学院高校の村上宗隆選手とともに注目を受けていた。そして10月26日のドラフト会議当日、千葉ロッテマリーンズ、東京ヤクルトスワローズ、北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、東北楽天ゴールデンイーグルス、阪神タイガース、福岡ソフトバンクホークスの7球団から1位指名を受けた。7球団競合は1995年の福留孝介選手に並び、高校生としては最多だった。抽選の結果、日本ハムが交渉権を獲得し、11月16日に契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円で仮契約を結んだ。2018年5月の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍デビューを果たした。5月9日のオリックスバファローズ戦で第1打席にブランドン・ディクソン選手からライトへプロ初ホームランを放ち、デビューからの連続試合安打記録を7に伸ばし、1966年のドラフト制後では単独トップの新記録となった。2018年9月28日、楽天戦に6番、1塁で先発出場し、第1打席に菊池康則選手から先制の7号ソロホームランを放ち、高卒新人のホームラン数に1959年の王貞治氏と並んで歴代9位となった。最終的に53試合出場、打率2割、7ホームラン、18打点を記録した。2022年、監督に就任したビッグボスこと新庄剛志氏から減量指令があり減量に取り組む。5月5日の楽天戦でプロ入り後初の2打席連続ホームラン、6月10日の中日戦で初犠打を記録、オールスターゲームにはプラスワン投票で初選出され、第1戦の7回表の守備から初出場、1打席目に湯浅敦樹選手からフォアボールを選ぶと、9回裏2アウト無走者で迎えた2打席目に森下正人選手からサヨナラホームランを放ち、最優秀選手賞に選出された。9月27日のロッテ戦ではプロ初となる満塁ホームランを含む4安打6打点を記録、最終的には自身初の規定打席に到達し、打率こそ2割2分を下回ったものの、いずれも自己最多かつチームトップの出場129試合、18ホームラン、55打点を記録した。2023年、開幕2戦目となる4月1日の楽天戦で、宮森聡選手からレギュラーシーズンでは自身初のサヨナラ打を放ち、同年より新本拠地となったエスコンフィールド北海道での球団初勝利を呼び込んだ。この活躍により、3、4月度、スカパー、サヨナラ賞を5月17日に受賞した。2024年7月9日の西武戦ではダメ押しとなるバックスクリーンへの1号2点ホームランを放った。7月20日の千葉ロッテマリーンズ戦では7番ファーストでスタメン出場し、3安打猛打賞を記録。その翌日には同点の7回に勝ち越し2号ソロ、9回に2打席連続となる3号2点ホームランを放つなど、4打数4安打1フォアボールで全打席出塁の活躍を見せた。早実1年夏の甲子園準々決勝九州国際大付戦で、清宮選手は初回の第1打席がピッチャーゴロ、4回に内角直球をライトポール際にライナーで運び、2試合連続のホームランを放ったが、実は前の打席で手首を骨折していて、骨折したままホームランを放っていた。近年、清宮選手が伸び悩む理由について日本ハムのチーム内からは様々な声が聞こえてくる。ボールを飛ばす能力はある、しかし守備力が不安で安心してスタメンで起用できない、真面目で前向きな姿勢は変えるが、いろんな打ち方を模索しすぎている、左足の故障が完全に治っていない、まずは体をしっかりしていくことが大事などである。小学4年生の清宮選手の身長はすでに165センチに達していた。打撃も抜群、超飛び級で中学生チームの4番打者を任された。小学6年時には年間打率が8割に至った。8打席連続ホームランを放ったこともあった。2012年、日本代表としてアメリカで開催されたリトルリーグ世界選手権に参加。178センチ80キロという清宮選手はエースと主砲を兼任し、同チームを2001年以来2度目の世界制覇に導いた。投げては最速125キロの速球と80キロ台のカーブを使い分けて奪三振を重ね、打っては4試合で3ホームランの大活躍を披露した。清宮選手、実は肉が苦手なようで、ステーキやとんかつなども食べてこなかったらしい。母親が食事管理を徹底して炭酸飲料やスナック菓子は小さい頃から食べないよう禁止、また肉の中でも唯一食べれる鶏肉や野菜などでバランスの取れた食事を毎日母親が作ってくれていたらしい。また牛乳を毎日2リットル以上飲む。ホテルの入り口にはアリナミンや OS-1 のような水分補給飲料水が置かれているが、清
清宮選手はとにかく牛乳を飲んでいた。朝食も夕食も牛乳がお供。間食をしないからご飯はいつも最低お茶碗3杯はおかわりしていた。中学時代から個人トレーナーがつき、食事管理を含めた体づくりをしてきた。体脂肪率は 20% 強がベスト。体脂肪を減らしすぎると怪我のリスクが高まるとか。早実高時代からウェイトの後にプロテインを取ったり、練習の合間におにぎりを食べたりして効率的な筋肉量増加にも取り組んできた。小学6年時に出場した全国大会で外角に外した敬遠の球をレフトスタンドへ。ひたすなリトルの日高監督は衝撃でしたね。あの球をスタンドに持っていくかと、と唖然としていた。清宮選手の使用するカーボン製のコンポジットバットは衝撃でボコボコに。当時チームメートだった日大三高青山悟内野手は、清の使ったバットは丸から三角に変形したと話した。ひたすなリトルでの通算ホームラン数は132。ボールは選手に送られるルールで、あまりの数に父克幸氏がボールを差し入れした。日高監督は毎試合ホームランを見てるような感覚でしたと解雇した。調布シニアの荒岡監督がセカンドライナーと思った打球は中堅バックスクリーン右に入った。新しいのに変えますかと言われ、ボールを見た同監督は有事にへこんでいてびっくりした。中2の頃、荒岡監督から外角勝負なんだから打てれば投げる球がなくなるぞと言われ、95メートルの左翼に一発、今度は変化球だと言われまた打った。同監督は次々と壁を越えていく子、また中3でコボパーク宮城のライト席中段に特大打。荒岡監督はあまりの飛距離に球場全体が静まり返って、スタンドの席にボールが直撃する音だけが響き渡ったと話した。早実高校2年の春季東京大会、町田戦で神宮第二球場から隣接する神宮球場に飛び込む特大ファウル。都高野連の武井理事長は、力で神宮まで飛ばした左打者は初めてと驚嘆していた。早実高校2年のいわきとの招待試合で特大ツーランを放ち、ダイヤモンド1周後に高橋啓太捕手とハイタッチ。悔しいを通り越して清々しかった。そして高3の春季関東大会の作新学院戦でライト席にホームランを放ったが、打球を見失った捕手は真上を見上げた。捕手がそういう動きをするのは、西武住谷選手によるとスイングが強くて速い証拠と解説した。早実での体育祭が行われていたが、ここでもやはりスターぶりを発揮していたという。清宮選手の周りにはいつも人だかりができていた。競技を終えて控えエリアに戻ると、同級生女子たちが記念撮影を懇願。次第に下級生たちも加わり、長蛇の列が。また水分補給のため校舎内へ移動すると、今度は生徒のママが待ち構えていて、ここでも記念撮影が延々と続き、黄色い声が上がっていた。2023年7月の対ロッテ戦、1点ビハインドで迎えた初回の第1打席で、相手先発美馬選手の直球を弾き返すと、打球は中堅へ高々と舞い上がった。センター藤原選手がフェンス際でジャンプするも、打球はグラブに当たってスタンドイン。グラブに当たらなければフェンス直撃止まりだった可能性が高く、アシストを受けた形となった。清宮選手は困惑した表情で生還し、ベンチではチームメートと笑顔を見せていた。 X ではホームランアシストがトレンド入り。アシストホームランか、こんなん初めて見たわ、これはラッキー、藤原選手惜しかったな、まさかのアシスト、清宮くんのホームランって弾道がいつも綺麗と、ファンもチンダに驚いていた。2023年9月に行われたオリックス戦でのこと。日本ハムが4対2と2点リードした8回ノーアウト満塁で打席に立った清宮選手は、ライトポール際へ大飛球を放った。惜しくも切れてファウルとなったが、場内のどよめきは収まらない。ライトポールのほぼ真下にある放送席で解説を務めていた OB の今成亮太氏が、この打球をダイレクトキャッチしていたからだ。なぜか左手にグラブをはめており、キャッチしたボールを得意げにカメラへ見せつけている。清宮選手はこれ気づかなかったんです、満塁でと当時を振り返り、ボールにサインしてってめっちゃ言われました、ちゃんとしましたよと後日談も披露。自ら今年一番の当てれ行きです、だってこんなことありますかと驚きは今も消えない様子だ。2023年4月に行われた対埼玉西武ライオンズの試合で、日本ハムが0対3と3点ビハインドの5回表ノーアウト1塁の場面、打席の児玉亮介選手は初球から送りバントの構えを見せる。日本ハムのファーストとサードは上沢直之選手が投球を開始したと同時に猛然とダッシュを開始。しかし児玉選手はバットを引きバスターを仕掛けた。打球はサードの清宮選手を襲う強烈な当たり。しかし清宮選手は打球をグラブに当て後ろへ抜かせなかった。ボールを拾うと一度セカンドを確認してから落ち着いてファーストへ送球し、アウトを一つ奪った。結果的に送りバントと同じ結果となったが、清宮選手が捕球できずレフトへと抜けていたらノーアウト1、3塁となってもおかしくなかった。この超反応がピンチの芽を摘んだ。
2019年5月、お笑いコンビ平成のぶしこぶしの吉村崇さんが自身のインスタグラムを更新、清宮選手と偶然出会ったことを明かした。この日のインスタで吉村さんは、写真はカフェで偶然お会いした清宮幸太郎選手とコメントし、居合わせた清宮選手との記念撮影画像を公開した。吉村さんは、爽やかで優しい笑顔で男前でございましたと清宮選手の印象を綴り、お笑いタレントの大西ライオンさん、お笑いコンビファイブギャップの久保田健二さんらと一緒にフォーショットに収まった。清宮選手はリトル清宮のブレイクをアシストすると誓った。2024年年明けにプライベートでモノマネタレントのリトル清宮さんと食事をしたことを明かし、初めて会えました。僕が打てば仕事増えますもんねと言ったら、お願いしますって言われましたと笑顔で大活躍を約束した。北海道日本ハムファイターズの今川優馬選手が自身のインスタグラムを更新、ファイターズの選手らとお寿司を食べに行ったことを報告した。今川選手は、天候により2試合中止に、試合がなくなり残念ですが切り替えて後輩たち連れてお寿司にと綴り、ファイターズの選手たちとの写真をアップ。写真に写っているのは清宮選手、梅林勇樹選手、古川雄大選手らの3選手。投稿の最後にはハッシュタグ古川雄大17皿、ハッシュタグ梅林勇樹18皿、ハッシュタグ今川優馬20皿、ハッシュタグ清宮幸太郎25皿、ハッシュタグ清宮シャリ少なめにつき参考記録と4人合計で80皿とかなりの量を食べたと見られ、今川選手もみんないっぱい食べるわとコメントしている。清宮選手の親友ひよこがエスコンフィールド北海道で行われたファンフェスティバル F フェス2023を大いに盛り上げた。清宮フレンズの一員としてファイターズガールになりきりジンギスカンダンスを披露した。あくまでも親友から聞いた話として経緯を説明した。当初はカラオケコーナーの出演オファーがあったが、最初は何か歌って踊ろうと思った、それは難易度高すぎてと断念。同級生とやりたいと言っていましたと仲が良い同学年のチームメイトを巻き込んだ。かなり練習したと話は聞いていました。昨日も2時間、3時間くらい、かなり細部にこだわっていたと語った。2022年6月に行われたロッテ戦、一塁を守る清宮選手は先発、上沢直之選手からの牽制球を受け、慌てて帰塁した走者高部明人選手をタッチする。アウトに見えたが一塁塁審の判定はセーフに。清宮選手はすぐに右手を小刻みに振り、違う違うと猛アピール。新庄剛志監督がリプレイ検証を求めると、判定は一転しアウトとなった。おおらかな清宮が激高するのはとても珍しい、あまり見たことがありません、よっぽど判定に納得がいかなかったのでしょうと球団関係者も語った。 CS 放送フラオラのインタビューで、ソフトバンク柳田悠岐選手に性格を認められたことを明かした。毎年自主トレを一緒に行うなど支持している柳田選手から、お前のその性格がいろんなものを引き寄せる、その性格いろんなことがうまくいくと言葉を送られた。清宮選手はそれがすごく心に残っていると感謝した。2024年8月、清宮選手が投手戦に終止符を打つ決勝ツーランを放った。両軍無得点の8回ツーアウト1塁、3打席目までケチョンケチョンにやられていたという楽天、岸選手のまっすぐをライト席中段へ、6号ツーランでチームを連勝に導いた。前日の同カードではアウトカウントを勘違いしてフライに飛び出し、ゲッツーになるボーンヘッドを犯していた。試合前に新庄監督のお説教を受けた大砲は、プロ野球選手としてやってはいけないミス、監督からはもうやるなよと猛省した上で切り替えて結果を出した。2024年7月のオリックス戦、1回ワンアウト1塁、フォアボールで出塁していた一塁走者の清宮選手が、オリックス先発エスピノーザ選手が投球モーションに入る前に二塁へ駆け出してしまった。それに気づいたエスピノーザ選手が一塁へ送球、慌てて帰塁したが送球がそれ、その間に清宮選手は二塁への進塁に成功した。続く郡司選手の三塁への打球は三塁線ギリギリの打球をオリックス宗選手が候補、二塁走者清宮選手の三塁への進塁が遅れていたが、宗選手はそのまま一塁へ送球し、厳しい体勢からだったため送球がそれ、打者走者がセーフとなり、二塁走者の清宮選手も三塁への進塁を果たした。西武戦の試合後に自身のインスタグラムのストーリーズでニュース速報の字幕を捉えた画像とともに、清岡選手おめでとうございますと投稿した。そのニュース速報は日本時間の前夜に行われたパリ五輪のレスリング男子フリースタイル65キロ級で清岡幸太郎選手が金メダルを獲得したことを伝えたもの。清宮幸太郎と清岡幸太郎、漢字2文字違いで名前の読みは同じ、幸太郎という親近感しかない清岡選手の快挙に、清宮選手もパッと見僕すぎて写真撮っちゃいました笑っとメッセージをつけて祝福した。というわけで今回は清宮幸太郎選手の面白いエピソードを50個ご紹介しましたが、これからの躍進に期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをご紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。